アナと雪の女王は長編アニメーション初の女性が監督を務めた作品。エルサはもともと悪役予定だったが、レッド・イット号を聞いた制作陣が悪役はふさわしくないと判断して急遽変更された。オアフの名前はオー・ラフのダジャレを用いられて名付けられた。エルサはプリンセスの中で初めて戴冠式が描かれたディズニープリンセス。アナとエルサはラプンツェルのいとこにあたる。